そんな私がどうして今回この衆議院補欠選挙に名乗りを上げたのか、それは私自身政治の活動を始めたのは昨年の夏からです。その前までは政治に対して不信感や不満を持っていました。だけども自分自身が参加するというところまでは至らなかった人なんです。ですが私自身教育、食と健康、そして医療のこと、看護師として働きながら国家の膨大な予算、それが医療費として私に給仕をの中断しましたが、今日3回目ですね。私がこう非常に子育てをしながら疑問に感じていたいろんなですね観点が、参政党の政策と非常に通じるところがあり、政策というよりも参政党の政策は私たちの生きる道すべてだなと感じたので、ありがとうございます。参政党のことは私の中では応援をしていました。また私の夫も参政党の活動に実は参加していたので、まあ、そういったところから参政党のことは知っていて応援しているメンバーの一人でした。ですが私自身活動には参加できなかった。だけども私自身がこういった役割をですねやろうと覚悟を決めたのは、まあ、このままじゃいけないよなって自分が気づいたんだから、これを周りのお父さんお母さんにももちろん自分の友達でも伝えるけど、もっともっとこういったマイクを使う政治活動を通じてここを歩いている皆さんにも知っていただきたいので、自分の周りだけじゃなくて日本中の皆さんにこれは知っていただきたい、考えていただきたい、そういった問題であると思ったからこそ、私のエクサリアは自分が前に出て話をする役割をしようと、そういった覚悟を決めました。ですが私自身話すことも上手ではないですし、昨日の公開討論会呼んでいただいただけでもですね、非常に感謝を申し上げるんですけれども、のくずっこな話ができなくて本当に恥ずかしい思いをしました。そして党員の皆さんも私の力以外ですね、非常に期待をしてくださっていたのかもしれませんが、皆さんが思うような参政党の政策を短い言葉でまとめることができなく、そして質問に答えなきゃと、そして周りの言論人の皆さんが分かりにくい言葉なんだけれども、なんだかまとまった話をされるのを聞いて、私もうまくまとめなきゃ、うまくしゃべらなきゃ、そんな風に思ってしまえば言葉に困ってしまいました。ですが私吉川里奈は、まあ、そういった主婦としての壁、政治家としてこれから先ですね生きていく中で大きな壁を昨日感じてしまいました。だけどもその壁にひるんではいけないなと、私吉川里奈はそんな壁にですね、ぶち当たって砕けてしまうような、そんな覚悟じゃないんですよ。今日本が抱えている危機的状況な局面たくさんあります。これをですね、私と同じようなお父さんお母さんにまずは知っていただいて、そして政治に関心のない若者、そしてもう諦めてしまった私よりも先輩の皆さんにですね、もう一度政治について考えていただきたい、当事者意識を持って政治のことを考えていただきたい、日本全国の皆さんに日本人としての当事者意識を持って政治に向き合っていただきたい、その思いで私はこの役割を拝命した。だからこそ昨日は失敗したけども、もう生まれ変わってですね、もう一度皆さんに私吉川里奈という人間、私が政治にかける思い、そしてこの私が政治家になると決めた覚悟をですねお伝えしていかなければならないと、非常に痛感した昨日は一日でした。本当にですね、言葉っていうのは難しいなと、だけども映ってない言葉で今言葉をまとめる今の政治家さん、あの人たちの政治の自分たちの政策の説明の仕方、おそらく私も一般人の一人なのでほとんど意味がわからないことばかり話していました。そして国会の中の話もどうですか。国会議員の皆さんが議論されていること、もちろん政権与党に対する批判は分かります、意味が。そして神谷さんが国会で訴えていることはよく分かりやすい。
非常に理解ができる。ですが他の方ですね、訴えていること非常に分かりにくい。そしてテレビを通じて私たちに与党が訴えている、岸田さんが訴えている政策、なんだか上辺だけの言葉のように感じませんか。本当にあの政策で私たちの暮らしは良くなっていますか。皆さんは今の政権与党のやり方で私たちが子供や孫たちの世代にいい日本を残せると思われますか。私はそうは思わないんです。異次元の少子化対策、名ばかりの異次元と少子化に歯止めをかけるまでに2030年までがラストスパート。それなのにハンガリーは国家の GDP の 5% を少子化対策に充てている。ですが我が国の 3.8 兆円はたったの 0.4% です。しかもその 0.4% の GDP だけでなく、私たち国民一人一人も75歳までの皆さんが国民負担率が上がることになりました。ただでさえ子供を産み育てることが今難しくなっている。子供を産むというよりも結婚するというハードルが高くなってきているのが現状です。これは実質賃金が過去最高の23ヶ月低迷している。そしてどん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 消費税は右肩上がり、国民負担率も右肩上がり、円安は歯止めは効きませんし、コストプッシュインフレで物価の上昇も止まりません。それだけではなく、再エネ賦課金と呼ばれる実質上は意味がない再生エネルギー開発の名のもとに、私たちは電気代がさらにこの4月からプラスになりました。そういった私たちですね、自分たちが実質上感じる経済が良くなっているという実感がないのに、さらにこれ以上負担率が上がって、どうやって子供を産んだり結婚したり、自分たちの未来、家族をつなぐ、そういったことにですね、夢や希望を抱くことができるのか。私吉川里奈はそんな子育て対策では絶対に子供は増えないと、そう感じているわけです。そして参政党はこれを解決するために教育国債というものを発行し、1人当たり10万円の教育バウチャー、0歳から15歳までをこれは試験的に5年間お配りし、食費や医療費、教育費、教育に関わる使用用途が決められた、そして有効期限付きのクーポンを提供していく。そうすることによってフリースクールであったりとか、あるいはインターナショナルスクールに通うお子さんも多いですよね。そういった公教育を無償化するということだけではなくて、幅広く多様性に使う使い道を選ぶことができるような教育国債を発行する。そうやって子育て世代の皆さんが一番助かるなと思うのは、やっぱりそういった自分たちが日々教育にまつわるお金を工面してもらうことです。それを私たち賛成と、そして吉川里奈はやっていきたいと。それをやらなければ異次元の子育て対策の支援にはならないのではないかなと考えているわけです。外国からの方をどんどん受け入れましょうと政権与党は訴えています。このままでは内側から日本がダメになってしまう。外国ちゃんと私たちが働いたら働いた分、きちんと日本の中で循環できるように、国益がちゃんと高まるような、そういった政策を我が国日本はする必要があるのではないでしょうか。こういったような私たち参政党は政策ですね、まずは強い経済を作っていかなければならない。消費税の減税、そしてインボイス制度の廃止を訴えてまいります。そして先ほどから申しておりました再生エネルギー開発、これによる固定価格買取制度というものを見直し、再エネ賦課金というものも本当に必要なのか見直す必要があると考えております。そういった経済政策、そして財政法4条を改定し、緊縮財政をやめる、積極財政を行わなければならない。そうやってですね、お金の巡りが悪くなってしまった今の日本の経済状況を緊縮財政から積極財政に持っていき、お金の循環のいい日本をまずは作らなければ。日本は今元気ないですよね、活気がないですよね。若者たちも力
働いたら負けだと、そんな風に言ってしまうような時代になっている。そこをですね、一つずつ少しずつ解決していかなければ、普通の私たち一般人が政治に対して興味関心を持って、自分たちが当事者意識を持って参加するような余裕が、時間的にも心的にも余裕がないと、私自身一般人の一人として思うわけなんです。ですが、まあ、その経済的な余裕がないからといって、仕方がない仕方がないと皆さんが諦めてしまっては、私たちや子どもたちの未来は、どんどん右肩下がりの未来が待っています。だからこそ、私吉川里奈はこの衆院選の補欠選挙で、皆さんに今一度政治に参加するということを考えていただきたい。いろんな政党があって、私のような話をするような候補者はいないと思います。皆さん選挙に行ってくださいと、それを皆さんにこのマイクを通じてお伝えしたいんですよ。それはこの衆院選の補欠選挙、今日本全国から注目度が高くなっている。それはなぜか、2回にわたって税金が無駄遣いにされました。それは候補の方を、自民党の方2代にわたり政治とお金の問題で不祥事を起こしましたね。それで皆さんが政治と金が、政治家たちは癒着していて、汚い問題だと思う。それよりもですね、選挙というものを一体するのに巨額な税金がかかるんですね。これは江東区だけの問題じゃなくて、日本全国の皆さんが納めた税金が2回も無駄になってしまったんですよ。だからこそこの3回目のこの衆院選の補欠選挙は、必ずみんなに、皆さんに、江東区の皆さんに、若者から全世代の皆さんにですね、きっちりと大切な皆さんの一票を投票箱に投じていただきたい。そしてどの候補者を選べば、ちゃんと国民目線の政治が行われるのか、多角的な角度からちゃんと見ていただきたいんです。目の前に振られた人参をぶら下げるような政策じゃなくて、法律的に国民の生活が5年後10年後に豊かになるための政策を訴えている政党はどこなのか、私たちに分かりやすく政治に参加することを訴えている政党はどこなのか、これは私吉川里奈は賛成党しかないと思うわけなんですよ。政策の訴えとしては強くはないかもしれない。だけども私たち賛成党は目先の話だけやってるんじゃないんですよ。5年後10年後50年後にもいい日本を残したいんですよ。そのためには私たち国民の一人一人が、江東区の皆さんはこの地域の住民の一人、そして日本人の一人としての当事者意識を持って、自分自身一人一人が国を作っていく一人であると当事者意識を持っていただきたい。誰かが国を作るんじゃないんですよ。政治家が政策を作って皆さんを導くんじゃないんですよ。私たち国民の一人一人が政治に向き合い、国を良くしていく一人であると認識すること、そこからが我が国日本最高のスタートなんです。私たちは古き良きものを守りながら、世襲じゃないお金じゃない、国民が作る新しい政治を江東区の皆さんと行っていきたいんです。2度にわたって続いた政治家の不祥事を3度目の正直に、賛成と3時の母、36歳の吉川里奈とともに、この江東区から皆さんと一緒にやっていきましょう。私吉川里奈は自分の人生をかけて、そして自分の命をかけて子どもたちを守っていきたい、日本の未来を守りたい、そんな思いで活動をしています。吉川里奈、吉川里奈という新しい選択肢を、どうぞ皆様この機会にお見知りおきください。本日は大変大きな声で失礼いたしました。ありがとうございました。江東区の皆さん、街を見てどうですか？いい街じゃないですか？私何回も最近江東区に来てますけども、非常に素晴らしい街だなというふうに思います。子供がたくさん歩いています。お店がたくさんあります。先ほど琵琶ホームに行ってきたら、飲食店なんか行列ができてました。本当にいい地域だなというふうに思いますけれども、いい地域にいるとわからないことありますよね。おそらく東京のこの江東区、この豊洲の地域に住んでいたら、皆さん多分日本が見えないと思います。
皆さん出身はどこですか？私は福井県の田舎です。東京に出てきて福井と比べることがまああります。私の田舎もどんどん人口が減っています。産業がなくなっています。観光資源がなくなっています。そういった状況の中で地方でこれからどう生きていこうか、皆さん本当に悩んでおられると思います。でも東京に来ると皆さんそういう意識が薄い。まだ東京が日本で一番いいからですけども、世界から日本とか東京どう見られてますか？東京の物価、日本人にとっては高いけれど外国人にとって安いそうです。この選挙の時にぜひこれからの日本、東京、そしてこの江東区考えてください。暮らしている皆さんが考えないと多分誰も考えません。ぼーっとしてたら水がこぼれてから後でみんなで悲しむことになる。我々それが嫌なので参政党という政党を作って今回衆議院選挙をやっています。なんでこんなお金にもならないことをみんなが一生懸命やるか、それは気づいて危機感を持っているからです。危機感がある人がやってるんです。そしてでもですよ、国民の半分以上が危機感を持ってくれないと何も変わらないんですよ。変わらないんです。だから私たちは皆さんに同じ日本人として、東京都民として日本のこと、地域のことを一生懸命考えてほしい、そういうお願いをする選挙をやっています。誰のためではありません。皆さん自身のため、そして皆さんのお子さんやお孫さんのために、これからの地域の未来、日本の未来を考えてください。参政党からは吉川里奈が立候補し、皆さんに訴えています。参政党の声を、吉川里奈の声を聞いてください。私からは以上です。ありがとうございました。